生の学のオッテです。スンです。オッテです。スンです。反対生なら共通テストも数学、どんな言語になっても解ける説。イエイ。どんな言語になっても解ける説。まあ反対いろんな外国語学科ありますか。ありますマイナー言語専攻の人はあったことないけどな。まずミノキャン行ったことないし。ないし、ね、あれじゃないですか、あのダフクさん。ウルドゥ語ね。ウルドゥ語ね。はい、という感じで、まあ、反対生、まあ、とてもとても優秀と、中でも優秀と、超数学。まあ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 、国語はさすがにね、まあ、ちょっと難しいかなって思って。いや、国語だって国語じゃないみたいな。タジキスタンのね、ちょっと民族動揺とかのね、問題解けないかなって思ったんで、今回は数学の問題で。はい、タジキスタンの民族数学の可能性ない？民族数学俺、教えてくれよ。ということで、今回は共通テスト、数学の問題を、まあ、俗に言われる、まあ、あんまり有名じゃない言語に訳した問題を用意しましたので、うんね、用意したり、これから用意しますので、しますので、なるほどね。なるほど。なんで、皆さんには、そのテストでぜひとも満点を取っていただきたいと思っております。でも、大体も1個の、もうそんな最初の3問とか、これ日本語でも満点取れって。いやいやいや、しかも数 1A だけ確か。絶対見えたらいける。視聴者でも思ってるよ、俺ら解けへんって。うん、そうです。いや、俺らがどんだけむちゃくちゃなセンター解いてきたかって話よね。いや、ほんまにパズル作りました。それ見せるときは来ました、ここで。ではね、今回問題は2問しかありませんので、2問しかない。1問1問ね、味わってやってもらいたいと思います。はい、ではやっていきたいと思います。せーの、タジボール。はい、ではまず皆さんに問題を解いてもらう前に地域を選んでいただきます。地域、地域です。なるほど。アメリカかオーストラリアかイギリスかな。ニュージーランドでもいい。今回用意しましたのはアジア、アジア、ヨーロッパ、ヨーロッパ、アフリカ、アフリカ、アフリカ。ヨーロッパの発音雑すぎる。だからそこの中に1個あるでしょ、あいつが決めたやつが、はい、あーそういうこと。僕が恣意的に選んだ言語だから。それで選んだらさ、タジキスタン来るよ。タジキスタン来たらアホやろ。でも言語の成り立ちを考えるとヨーロッパやな。ヨーロッパ基本的に。でもアルファベットは出ないものって考えると、そりゃそうでしょ。考えるとどこも一緒ってあれも結構今回は明確に問題の難易度に差があります。あ、そうなんです。考えた方がいいですよ。当てたいな、これ。どこ出すか。ミャンマーとかね。ビルはね。ユーゴスラビアとか。ああ、旧ユーゴスラビアね。タンザニアとかね。決まった？決まった？決まった？はい。いきます。せーの、ユーゴスラビア！分かれたー！分かれたー！じゃあ僕がヨーロッパで、アジアで、アフリカでーす。では、印刷しまーす。アフリカが、やっぱ、そうね、アフリカが一番むずいよね。アフリカが入りたい、ハイリスク入りたい。ハイリスク入りたい。ヨーロッパはまあ無難。そんな気がする。そう、アジアもまあ、アジアはワンチャン狙いに行った。あなたは、エイジアです。エイジア。笑ってます。笑う、笑うなってお前。笑うなってお前。あなたが、アフリカです。じゃあちょっと次はこれ終わった。なんかね、これまずい。うわ、終わっちゃう。これまずい気がする。これ終わっちゃう気がするわ。キムさんともまずい気がする。まだまだ見てない、まだ見てない、まだ見てない。はい、じゃあ、はい、皆さん試験を開始してください。せーの、スタート。ほら、いけそうやね、これ。おい、これ数字もなんや。なちなみにやけど、これアルファベットです。 S と S と、これなんやろ、これなんやろ。これ一番大事やろ。ここのいらんね、ここここいらんね。うわいや、でもこれあれやから、あの同じものは同じものやから。そうそうだよね。そう。え、ダイヤモンド2個もある？え、ここはみんなこれじゃないの？いや、どうでしょうね。え、なんでそんなことが起こってんの？要するに、うん、借用とかは考えたらいいんですよ。借用って何？アルファベットを借用してるか、それとも自分の言語で置き換えちゃったかっていう。なるほどね。どうですか、ヒムさん。ガチでわからん。やばい。橋健さんはどうですか？僕はちょっとあの、久々に展開とかって不安だったから、展開してる。これは、さすがにできて、できる人はね、できる役なんで、今回。まあでも、まさしくマイナー言語ですね、皆さん。ティグリニニア語ね。そう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 。何それ？え？え？俺、サンスクリット語なんやけど。ティグリニ。ちなみに僕、ラテン語です。え、ラテン語？ずる。ラテン語って何なんなん？どこの言語？ローマ帝国の言語。あ、じゃあ今ないんや。バチカン市国での公用語です。おるんや、それ。だからローマ教皇は就任するときにラテン語で宣言します。
いや待てよこれ終わったかもすまんがこれさ、いや簡単でしたよね簡単やな簡単ですよねちょっとこんなのも解けないんですか君たち。ゆうさん遅ない。いや俺解けたよああ解けたな余裕っすね。ガチやば何もわからんねそんなうまくいかんのか。変やな変やな。え、これ何？なんでこんなんなんの？え、おまこ解けへんで。あ、ほんまや。ほんまや。ほんまや。あ、じゃあ無理や。なんでサンスクリット語だけこんなわけわからんことになっているのか解説します。まず、今使われている数字、アラビア数字はインドで開発され、アラブ圏を経由した頃からアラビア数字と呼ばれております。そして今回のサンスクリット語に使われている文字はデーバナガーリーといい、これは現在使われているアラビア数字の父の父の父、すなわち曽祖父にあたるゴバール文字の兄弟となっております。そのためサンスクリット語ではアラビア数字に置き換えなくとも数字を表すことができるためこのようなことになってるんですね。多分今のキムさんの思考は最後にね2で割るんで、そう、偶数でなければと考えてます。分子が偶数でなければならない。で1個目の方が奇数だからもう1個が絶対に奇数でなければならない。あれ整数問題やってます。整数問題やってる。だから今4択までしまう。いや行きましょう。もう、うん、時間ないし。分かった分かった。じゃあ これにするわ。じゃあ一旦ね。どれ？あ、なるほどね。これにするわ。だとしたら答え書いて、はい、こうなります、はい、で最後がここがだから、こうだから、はい、終わり。はい、これマジで4分です。運ゲーやな。運ゲー、ガチ運ゲー。今までやってきたセンター数学の中でもうかっこいいっちゅう。いやでも、あれと同じぐらい日本語なしセンターぐらい。日本語なしセンター難かったな。確かにあれでも協力できたりしたんで。そうそうそう、あっちで解いたやつでしょ。そうそうそう。はい、ということで、はい、採点は終わりましたが、はい、一旦マイナー言語の解説をしたいと思います。マイナーやりたいだけだろ。はい、ということで、ティグリア語、ここは、ちなみにアフリカのどこだと思いますか？ティグリア？あの、ちなみにと、670万人も喋ってます。まだ？まだ。トーゴ。ブー。コンゴ。ブー。エチオピア。正解！エリートギャ中央病。お前670万分の1。いや、スーンのメタ思考でエチオピア出してきそうやなと思ってたんですけど。あ、そうなんや。これで一応ね、ゲーズ文字という、まあ、文字が使われてます。ゲーズ文字。そして、アシケンさんがやった、うん、ラテン語。めちゃめちゃ英語やった。そうですね。あ、元英語やもん。だから元英語じゃ、英語か。元英語じゃねえな。英語が元ラテン語やもんね。まだあの、エトとかあったもん。だからもうもっとありますよ。ヌメルスとかありますよ。ヌメルス、ヌメルス。ナンバー、ナンバー。だってあれよ。サティスファンクタもあります。サティスファンクタもあります。しかも、エクスパンシーの絵がありますよ。まあまあ、別にいらんねん。いらんかしょ。絶対に。まあでもまあ一番簡単だったかなと思います。そして、キムさんのサンスクリット語ということで。これはちょっとね。名前はでも聞いたことある。名前は聞いたことある。有名な、だから。サンスクリット修道系。今、わしゃは？ね、一応ね、インドで1万4000人いるって言われてるんだけど、日常語として使用されてないから、あ、趣味的なのに。なんかあの辺いっぱい言語喋れる人多いよね。そうとかが使ってるやろ。じゃあ、ポンポンポンって返します、ね、今回皆さんの点数は満点満点満点。イエーイ。負けましたね。俺が天才じゃなくてガチ運やもん。ワンチャンね、あ、3に見えなくもねえかなと思った。そう、変わり方見てもなんか3っぽいよな。なんかそう、123そういうとこもね、読んでくれればまあいけるかなと思ったんですけど、いけましたね。えらい。はい。はい、ということで第1問では皆さん先生がつきませんでした。では次第2問でございます。はい、はい、じゃあちょっと用意しますね。はい、用意しますね。え、ダメやってきたよ。おい、ダーツの旅始まるって。やってくるわ、これ絶対。え、でもアメリカ取ったらこっちじゃん。確かに。ほら。いや、単純に円かもしれん。来ますよ。はい、ほら。ですけど、これに関しては、点数の傾斜がございます。あー、むずいところの点高いところ。そうですね。そうそう、狙えるかって話もありますが。それ、マックスの倍か。要するに、まあ、言ってしまうと、まあ、1億を、まあ、その 100% として、言語を話す人かってことは、そこに対しての反比例でグッと変わります。あー、なるほどね。どこ狙いますか？ペパマメスバーバル諸島かな。でもさっきの感じサンスクリットやったら解けるって分かったから、そうなんよね。インドを狙ってもいいかな俺。あ、
でもインドやったらサンスクリット語になるの。あ、え、あ、確かに。もうインドのどこに当たるかかな。そういう感じ。僕は頑張って調べます。じゃあめっちゃ人口少ないとこいい。人口じゃなくて、わしゃ人口。でもだから人口が少なければわしゃ人口少ないよ。いやでも、スペイン語とか。ああ、まあそれはあるな。それはあるし。あの、Google 翻訳いなくてもやり直しです。ああ、なるほど。まあどこ狙う？南極狙ったらどこになるんですか？いや、誰の国でも。南極じゃなくて、じゃあゼロの白紙が届く。あの辺行きます。中東から、あの、東アジア。国の密集地帯ね。まあ、でもトルコの地区によってはワンチャンある、ワンチャン、ワンチャンね。まあ中央部でした。中央部はワンチャンあるね。そう、行くか。はい、さすがにアフリカ近辺行きたいよな。そうっすね。あれ、わあ、インド来た。ちょっとへこんでるとこ、これですか。そうそう、インドっぽい。あれ、インドっぽい。あれ、はい、あなたのあれ言語は？パキスタン。あ、多いな、ほんで。アジアばっかやん。パキスタン1億おるし。おいや。さあ、ニューさん、どこ狙いますか？私は、アジア付近を狙います。おい、中国当たったもんね。中国当たれ。壁汚した。消えるやろ。消えるよ。消える消える。水星だから。これ消えるよ。うわ、今先端じゃなかった。ソマリアとかもじゃなかった。ソマリアだった。うん。大丈夫。キムさん、あなたが当たったところ。あ、ギニアビサウ。おお、ギニアビサウね。どこ？どこ？どこ？なんでアーって何が有名なんですか。いや、何が有名とか名前が有名です。ギニアビサウ。有名ちゃうね。ほら、知らんねんから。知らん。じゃあマイナー界で有名です。で、言語は？言語は、なんと。ポルトガル語です。おお、そうなんや。あり、いけそうです、ね、でも多分人口クソ少ないから。いやでもワシャ人口、ポルトガル語、ポルトガル語のワシャ人口、確実に1億超えてる。それは終わりやん。だってブラジルがあるもん。そう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 。だけど満点食べるかもね。そうだ、まあ、からね。あ、確かに。ハシエンさん、はい、当たったところはどこでしたっけ。パキスタンのど真ん中でした。はい、あなたパキスタン、しかもね、首都の近くじゃない。そうそうそう、はい、イスラムバー地方で分かれている言語はウルドゥー語。いやでも伏線回収されてる。回収。え、いや反対にあるから。え、あるから。つまり日本人が勉強できる難易度ですか。確かに。伏線回収まさかったな。はい、じゃあ最後。はい、ではオッティさん、あなたが当たったのは、まあ、トルコの、まあ、真ん中。トルコの真ん中です。トルコの真ん中です。これあれちゃう、クルド人なんじゃない。まあクルド人にワクワクしてんのお前すんか。クルド人やったらでもちょっと言語話者少なそうじゃないですか。クルド人でもクルド人じゃあれや、最大の民族やわ、国を持たない。怖いよな。細かいですよ。ワンチャンあるでこれ。クルド語。え、クルド語。クルド語。おい、クルディ。やばいな。おい、クルド人やっけ。ここはね、赤いんですね。ほらほら。では、はい、ということで、おのおの言語に翻訳していきます。はーい。はい、では、はい、パキスタン在住の方。違います。違います。誰も違います。在住じゃないよな。在住だとするならば俺すごくない。ウルドゥー語喋りたい方。あるちゃるちゃるちゃる。聞き持たない最弱の民族からお越しの方。あなた日本語喋れるんですよね。上手ですね。ちなみに埼玉のわらびにむっちゃ多いらしい。わらび市にクルド人が。何それ。なんかね、俺絶望しそう。いや、まあちなみに私もなんかまずいかもしれない。言えなかった。はい、ギニアビサウからおかしなかった。はーい。なんかさ、おお、ね、はい、では、はい、テストを開始します。はい、はい、よーい、あれね。右から。おー、なるほど。はい、右から。二人右から。俺左から。X 俺だ、ここ。そう、お前もそんな感じよ。X 俺は、大文字の X 俺は。そうだろ。ゆうさんどうですか。
俺はでも、分からん、他の人は分からんけど、意外と読めてるんじゃないかっていう気はしてる。あだって、ヌメロリアルって書いてあるから。そう、ヌメロリアルは書いてあるから。字数があるわけね。まあ、あれやろな。まあまあ、さすがに。さすがにね。まあ、あれやろ。いや、なんか、G って関数かなと思って、関数だけってまず F から来るよな。F から来ねんな。長年の勘も大事ですかね、やっぱりこういうのは。いや、そう、ほんまそう。そうなんやけどさ。K が分からんね、俺も。いや、俺も分からんで。K ってどこに何するもの？うん。やばすぎこれ。あれ、ここの前が全部一緒だぞ。つまりこれはこうじゃないのか。という読み。おお。あなたちゃんと言語リップやってますね。ですね。えらいえらい。あり。この人を連れ出したから。わかった。おい、わかったぞ。わかった。おい、そういうことか。なるほど。だとするとこれはこれを。これに対して、もうちょっと同じような文字ばっかり頭おかしなってきた。いや違うな。違うこれからこれが作られる出るねん多分。ってことはこのでこうやろ。ってことはこうなると思うねんな。こうなると思うねんな。こうなると思うよ。あ待って。来た。こっちなんや。ってことはこっちなんや。だから橋本さんだけ置いていいから。何も喋ってるな。絶対こうや。絶対こうや。あ、絶対こうや。絶対こうや。こんなさ、同じようなさ、字でさ、手書きにした時さ、絶対見分けつかんってこんなん、うん、それあれやで、外国人から日本語のカタカナのツトシって言われてるよ、多分。確かに。となると、文脈でわかんないだろ。全然動いてる。めちゃくちゃ言うてる。文脈でわかんないんだよ。やばいこと言ってるわ。外国人ほんまに。おい、やめろ。おい、やめろ。いや、キモいね。いや、わからないね。キモいね。読めない読めない文字で数学を解いたことはあるかい？結構ある。めちゃくちゃあるな。定期的にある。そもそも読めない文字とかじゃなくて、ない文字で解いたことある。ちょっと待って、噛んでめるわ。一旦噛んでめるわ。オッケーオッケーです。はい、はい、ということで終了でーす。はい、はい、回収しまーす。何のことさっぱり分かんなかったです。もう何も分かんなかったです。平行移動なんですよあれ多分。そうなんよ。軽平行移動、軽平行移動っていう多分単語があります。なるほどね。でその時にあのでっかい X とでっかい Y が出てくるんだ。そう、多分そう。 X 軸に対して何歩平行移動と。でさらに言うと X の2個前と Y の2個前を見た時に数字が書いてあるところの前だけ一緒だったんです。ってことは、ここに入るのが平行移動って単語なんじゃないか。あー、なるほどね。そう。はい、ということで。はい、はい。皆さんの。いや、これ点数どうなるの？いや、まあ満点かな、俺。で、これ点数はもう加算された状態で発表される。確かにそうです。何満点とか言われる。満計者はもう、泣いちゃう。何人 ?100 人とかちゃう。はい、では、早速ですが、点数の方ね。はい。右から、俺から話してはポンポンポンって話す。なってたやろな。なってたやろな。ではいきます。はい。1.36点、2点66.8点。それで一応優勝は OK です。優勝おらんわ俺ら。圧勝すぎる。しかもこいつ満点だよ。66.8点。はい、ということでじゃあまずどっちか、まず言語から話すか。ちなみにハシケンさんのルートでございます。一応パキスタンの国語となっておりますが、パキスタンで1300万人、インドで6000万人となっております。おー、ご覧のや、まあ、和社が7300万人なんで、7300で割って 1.36 倍となっております。だってことは1もしかったらだってことです。わからんもん、あと勝てないと思うところに。平方完成あってたよ。それできるやろ。そしてポルトガルの、はい、こちらは、ボゴとする人数は何人でしょうか。結構多いんちゃう。3億人ぐらいあるんちゃう。ああ、大体正解。2億5000万人でございます。あ、まあ、まあ、ブラジルで1億 1.5 ぐらいある。2いんのか。なんか、俺左から文章の新鮮に思ってしまうけど今。確かに、それはある。そして、最後、クルド語でございますが。クルド語。はい。こちらは、トルコ、イラク、イラン、シリア、アルメニア、アゼルバイジャンなどのクルド人の間で話されている言語となっております。
はい、で、なんなんなん、これちょっと難しくて、クルドの城の方言としてクルマンジーとソラニーという2つがありまして、これ分かれてて、これはもうね、別言語として扱われるらしいです。へえ。で、今回は場所的に考えて、このソラニーの方で、ソラニーなんやこれ、ソラニーなんや、行きまして、噂人口600万人となっております。すくだなんで、まあ16倍はもちろんそう、やばいです。この時点で平方完成したら勝ってるんです。そうそうだね。ダーツの勝ち。あ、ということでね、皆さんいかがでしたか。いろんな言語をやってみて、まあ、むずいな。これは、まあ、別言語解いた感はないしね。そうですね。まあでもなんか、まあ頭の体操的な部分やね。お前謎解きやで、これ謎解けたな。まあでもいろんな言語に触れてみるとはね、単純経験としていいことなので、はい、まあぜひともね、暇な友達と一緒にやってみてください。はい、はい、ということで、今回の動画は以上です。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、そのともよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。バイバーイ。バイバイ。二度とルズルゴ見たくねえ。見てもそれがウルズルゴかどうかわからんでしょ。わかる。ニュードット見たらウルズルゴ。